スノーが登板試合で大谷は6の塁打、すべてで勝利ドジャース。大谷翔平投手は22日、日時間23日、4どころ地、エンゼルス戦で3試合連発となる23号を放った。先発のタイラー・グラスノー投手に8勝目をもたらす、豪快弾。有言実行の一発はこれで6目となった。1番、指名打者で出場すると、1点リードで迎えた3回無視1塁の第2打席。カウント2-0から右腕、クリーサックが投じたスライダーを右中間に運んだ。フルス相手から放った一発に球場が大歓声に包まれた。この日先発したグラスノーは昨オフにトレードでレイズから加入。契約延長交渉の際には大谷があなたのために塁打を打ちたいと約束する映像を送り、交渉の決め手の一つになった。その約束を果たすかのように、グラスノー先発試合ではすでに6のアーチをかけている。さらに、その6すべてで、グラスノーは勝ち投手になっている。エンゼルス戦の試合後、グラスノーも、イエイ、いつも驚かされるよ。球場でもダグアウトでも、みんな、わって反応をしているなと、僕は感じているよと話していた。6月に入りすでに9と無双モードに入っている。今後もチームに勝利をもたらす一発に期待がかかる。フルカウント編集部。